道端アンジェリカが自身の IN スタグラムを更新。妊娠中でもファッションを楽しむ姿が注目を集めている。昨年12月にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表し、2月に第一子妊娠を報告したアンジェリカ。アンジェリカはぽっこりお腹が目立つ中でもファッションを楽しんでいるようで、同投稿では黒のワンピース姿を公開し、梅雨明けしたてねーお気に入りのこのワンピはアマースインセンスのモノマタニティでも全さ大丈夫よ、アンジェリカのお友達のブランドだからインスタフォローしてあげてとスタイリッシュなマタニティフアッションを紹介した。そんなアンジェリカの投稿には妊婦さんでも推しやれで本当素敵です、本当に妊婦さんと思うほどスタイルが良すぎてうらやましいです、妊婦さんのおしゃれの台表だね、妊婦さんに見えないまたニティコーデの参考になりますとぜファンの声が多数寄せられることとなった。なおアンジェリカは妊娠中の体型ただし持ちについてインスタグラムで言及しており、もともと泳ぐの好きなのでスイムはしょっちゅうしてましたが、最近は朝か道登ったり登りながらランジしたりと健康的なマタニティ生活を送っていることで女性ファンから称賛の声が上がっていた。道端アンジェリカ、妊娠中の体型維持の秘訣を明かす。最近は坂道登ったり、モデルの道端アンジェリカが6月23日妊娠中の体型維持についてコメント。自身の体験を踏まえる形でその秘訣について明かし、ネット上の女性ファンからの注目を集めている。アベマタイムザベムアスペシャルチャンネル無料のインターネットテレビはアベネット V アベマ TV アベマ TV のアブ今スペシャルチャンネルで現在放送中の番組が視聴できます。